2018年ポルトガル戦 FIA 世界ラリークロス選手権は国際自動車連盟が主催しイムグモータースポーツがプロモートするラリークロスの世界選手権である。なお、当選手権の派生元であり閉塞シリーズの欧州ラリークロス選手権も世界ラリークロス選手権の公式ホームページでは海クラス同様に扱われているため本記事ではこちらについても扱う。 北米の GRC の成功に橋を発するラリークロス人気の高まりを受け、1973年から開催されていた FIA 欧州ラリークロス選手権が発展し、2014年から世界選手権に昇格された。欧州を中心に開催され、年間12から13戦で総合優勝を争う。日本では知名度は低いが、ヨーロッパの一部地域では、 世界ラリー選手権をしのぐ人気があるとされている。2018年には北米でも同一プロモーターにより ARX シリーズが立ち上げられた。参戦プライベーターは単にメーカーのカスタマー供給を受けるより独自にマシンを開発するところが多い。そのためベース車両が同じでもチームが違えば仕様も異なる。また他の FIA 所管の世界選手権とは異なり、 製造者ではなくチームにタイトルがかけられている点も大きな特徴である。このためメーカー系チームは基本的にフルワークスではなくプライベーターの支援の形をとりエントラント名もプライベーターチームの名を残すという暗黙のルールがある。ただし近年は注目の高まりによる競争の激化からそのバランスは崩れつつある。 また、プロモーションの失敗や電気自動車規定導入の2021年先送りにより、メーカーからの人気は著しく低下。2018年末をもって、既存のサンワークスがすべて撤退する事態に陥った。これを受けて、講述するように競技そのものから、来年期間を排除し、完全な EV 化を行うというドラスティックなレギュレーション改定を行っている。アジアの自動車メーカーでは、 現代自動車やキア自動車が2017年頃からプライベーターの手によって最高峰のスーパーカークラスに参戦しており元 WRC チャンピオンのマーカス・グロンホルムが代表を務める GRX タネコが2018年よりヒュンダイアイ22で参戦2019年のノルウェー戦で初優勝を記録している日本車メーカーはスバル・インプレッサ、三菱、ミラージュ ホンダシビッククーペのスポット参戦があるものの、2020年現在フル参戦したメーカーはない。最高峰のスーパーカークラスのみが世界選手権として扱われる。イクラスは2016年までスーパーカーライツの名で行われていたが、2017年から RX にインターナショナルシリーズバイ、クーパータイヤの名で独立年間7戦で争われる。 RX2 は2021年からスーパーカークラスに先駆けて完全な EV クラスである RX2E に移行する。また閉彩の欧州ラリークロス選手権はスーパーカーアークス、スーパー1600、ツーリングカーの3クラスで構成され年間9000で争われる。RX スーパーカー RX2 車両 S1600 車両2020年までは全クラス共通で ベース車両はグループ A またはグループ N のホモロゲーション取得車両であった。またタイヤは全クラスでクーパーが独占供給する。最高峰のスーパーカークラスのマシンは四輪駆動で 2058cc までのエンジンを使用する。下級機の有無や形式は自由だが搭載位置はベース車両に準ずる。最大出力は約600ビット HP。 900ナノメートルで0から100は1.9秒と回一同様の加速力を持つ。トラクションコントロールは禁止である。最低重量は1 3 0 0ラム欧州選手権のスーパーカーも世界選手権と同一の規定である。r x にインターナショナルはスウェーデンのオルスバーグムズとトルコのアビタス、モータースポーツが共同開発した車両のワンメイクとなっており、 チューブフレームに高機能プラスチックを被せたものとなっている。エンジンは4気筒 2400cc の自然吸気をミッドシップに搭載する。最大出力は約310馬力300ナノメートル最低重量 1100kg。スーパー1600は最大 1640cc の自然吸気エンジン。前輪駆動ツーリングカークラスは 最大 2000cc の自然吸気エンジン降臨、駆動に限定される。なおツーリング化クラスは、前輪駆動車を降臨駆動に換装して参戦、することができる。またエンジンは両クラスとも、ベース車両と同一のシリンダーブロックを使用する、必要がある。最低重量は両クラスともに排気量で決定され、例えば 1400cc 超 1600cc 以下なら 1000kg。 1600cc 超 2000cc 以下なら 1100kg となる。前述したように RX2 は2021年よりワンメイクの専用 EV による RX2E に移行する。RX2E 用のマシンはケブテクノロジーズとウルスバーグムズが共同開発する。2022年からは旧スーパーカークラス改め RX1E クラスも EV 化され。 RX1E 用の電動化キットは暗い。ゼルエレクトリックが独占供給し、前後輪にそれぞれ出力 250kW のモーターを搭載する。予選4ヒート、準決勝2ヒート、決勝1ヒートに分かれており、予選は各5台、準決勝以降は各6台で争われる。レースは予選が4周、準決勝以降は6周以上で行われる。 ただし一周だけ必ず、ジョーカーラップと呼ばれる脇道を走らなければならず、これを走らないまたは二周以上走ると、ペナルティを受ける。このジョーカーラップをいつ使って、前車をオーバーテイクするか、あるいは順位を守るかの駆け引きが、ラリークロスの大きな見どころとなっている。また競技場の上から見渡すスポッターが各車についており、スポッターが各車の位置や、 ジョーカーラップの消化タイミングについて、的確な指示を出すことも勝敗において重要である。世界、大終了選手権のドライバーポイントシステムは、共通のものである。赤字背景色は敗退となる。レースフォーマットの特性上、優勝以外のドライバーが最も多くのポイントを得る、こともある。チーム選手権を争う場合、1チームにつき必ず2台が、フルエントリーしなければならない。 この時、同じチーム内で異なったベース車両のマシンを使用することはできない。また、シーズン終了までベース車両を変更することはできない。各チームのドライバー2人のポイントを合算した数字がチームポイントとなる。ありがとうございます。